国際局長、衆議院懲罰委員長、自由民主党政務調査会顧問などを歴任。大阪府大阪市生まれ。曽根崎小学校1年生の時に、父が他界し、母の故郷である、島根県氷川郡西浜村に転居。小学校、中学校の頃は、野球部に入っていた。長男の岩国は母を助けて、 高校3年の春まで畑仕事を手伝った。島根県立出雲高等学校を経て1959年、東京大学法学部卒業。大学時代は政治学を学んだ。1959年、日光証券入社。ニューヨーク支店、ロンドン支店などを経て、1973年から1977年までパリ支店長。 パリ支店長時代は、ベールート駐在院事務所長を兼務し、中近東及びアフリカを統括していた。1977年、同社を退社。同年、米国の投資銀行、モルガン・スタンレー社の日本法人に勤務。1984年、メリルリンチ社日本法人の社長、会長。1987年、メリルリンチキャピタルマーケット。 米国本社上席副社長に就任。1989年、出雲市長選挙に出馬し、初当選した。市長在任中、行政は、最大のサービス産業、小さな役所、大きなサービスという持論をもとに、ショッピングセンター内の行政の土、非サービスコーナーや、獣医制度の創設、総合福祉カードの導入、日本最大の木造ドームの建設など、 次々と新施策を実現し注目される。出雲市はわずか2年で、トヨタ自動車、ソニーなどと並び、日本で最も優れた企業として、ジェイムマーケティング最優秀賞を受賞。また、豊かな国際経験に、独自の視点が評価を受け、国の経済審議会及び、行政改革推進審議会専門人、米国、バージニア大学経営大学院客員教授、 などを歴任。出雲市長退任後、1995年、東京都知事選挙に無所属で出馬するが、青島幸を石原信夫に次ぐ3位で落選。その後、山梨大学学長選挙に出るも落選。1996年、第41回衆議院議員総選挙に、新進党公認で、東京6区から出馬し、初当選した。国会議員のから、 日本海新聞及びその姉妹誌である大阪日日新聞に毎週月曜日コラム1月3週を13年にわたり連載した。月間の経済誌実業界でも1996年10月から2009年12月まで論説を執筆した。新進党回答前に羽田つとむに従って離党し太陽党決闘に参加。民政党を経て 民主党に入党した。1998年の第18回参議院議員通常選挙では、東京都選挙区から民主党公認の新人、小川俊夫ではなく、公明代表の現職、浜四俊敏子を支援。翌1999年、民主党を離党し衆議院議員を辞職した、鳩山邦夫の公認の民主党東京都連会長に就任し、 1999年東京都知事選挙に出馬した鳩山の選挙対策本部長を務めるが、鳩山は石原慎太郎に敗れ時点で落選した。1999年7月、衆院本会議で国旗及び国家に関する法律に反対票を投じた。同年9月、中国南海大学客員教授に就任。2000年6月の 第42回衆議院議員総選挙では、比例東京ブロック単独で出馬し、再選。同年9月、民主党東京都連会長選挙に再選を目指して、立候補したが、海枝万里に敗れ、退任。東北代表に就任した。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、神奈川パックに国返して出馬し、無所属の枝健治。 自由民主党の吉田隆吉らを破り、当選。2005年の第44回衆議院議員総選挙では枝に、敗れたが、重複立候補していた比例南関東ブロックで、復活し、四選した。2006年、民主党国際局長に就任。2009年の第45回衆議院議員総選挙には再度、神奈川パックからの出馬を予定していたが、ハックでは、 公認が得られず、佐藤健一郎の引退により、空白区になっていた神奈川一区への国替えを、と執行部から求められる。当初は、神奈川一区で公認を受けたが、2009年1月に、公認を返上し、直期総選挙への不出馬を表明した。7月の衆議院解散により、政界を引退した。2009年5月に、韓国東西大学経営学部の、 広島教授に就任。同年10月、日本の住友科学と世界最大のサウジ石油会社サウジアラムコ社が共同で出資したペトロ・ラービグ社が整備・建設を進めてきた総費用1兆円の石油化学プラントの完成記念式典に内閣総理大臣、鳩山幸男の特使として派遣された。この式典はサウジアラビアの最高権力者である 国王アブドゥラービンアブドゥルアジーズの出席も予定されており日本政府として原発メーカーを売り込む機械など温室効果ガス排出量を大幅削減を国際的に表明していた鳩山内閣にとっても重要であったしかし国際的には無名でサウジアラビアに人脈もなく政府の要職についているわけでもないわ国が 政府特使として派遣されたため、サウジアラビア政府は、外交プロトコル上、不相応であるとして、国王の出席をキャンセルした。なお、経済産業省は当初、アラブ地域に人脈を持ち、かつてマルゼン石油に勤務していた元首相、福田康夫の派遣を政府に対して、強く求めていた。2010年、自由民主党政務調査会顧問に就任。 性的である民主党の重役を務めた人物を起用するという異例の人事で自民党政策調査会長の石場茂に壊れての就任である。2013年11月秋の叙勲で朝日、茂光明を受賞した。ありがとうございます。